はい、こんにちは、ちゅちゅちゅです。今回は本日配信のイベントクエスト「称号ライバルの心」初見プレイに挑戦し、報酬も確認したいと思います。このクエストは主玉狐と主人オーガの同時討伐クエストです。報酬で称号が手に入るみたいなんですよね。ただ多分これ強化個体なんじゃないかなと思ってます。金冠が出るかどうかに関しては私どっちも金冠大将持っちゃってるんでわかんないんですけど、なんかちょっと大きい気もする。金冠出たっていう方はよかったらコメントで教えてください。主玉狐打属性肉質が一番弱いのが頭で60で、頭破壊後は63になります。その時点が首と背びれで43なんですけど、よっと爪も狙ってきます。爪ね、非常に硬いんですけどダウンが取れるのと、狩猟笛は衝撃波が固定ダメージなので、頭が狙えないっていう時は爪も狙ってダウンを狙っていきたいです。ちょっとダメージ食らいすぎ。今回使っております狩猟笛、以前ご紹介しました隆起活性狩猟笛なんで防御力高いはずなんですけど、結構ダメージ食らっちゃってるんで、やっぱり攻撃力の高い強化個体なんじゃないかなと思ってます。怖いよー。よいしょ。はい、せーの、ぐるぐるー。怖い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 。ちゃんと回復しとこう。まあでも今のところ狩猟笛ではなんですが、一撃で力尽きる攻撃はないかもしれない。はい、ただもしかすると弓とかヘビーボウガンとかだと一撃でやられてしまうような攻撃も中にはありそうな気もします。よしよしよし。はっ、オッケー、スタン。よいしょ。あ、全然あさっての方向。よいしょ。やっぱいいダメージ入りますね。よいしょ。はい、山田体力ある。だいたい2頭の討伐クエストだと1頭あたりの体力がかなり抑えめに設定されてるはずなんですけど、まだまだ元気よっ。はい、私主玉狐も主人王がもまだそんなに慣れてないんですよね。慣れる前に金冠が出ちゃったんで狩猟するタイミングを逃しちゃったんですよね。なのでこういうイベントクエストとかで配信してもらえるのは嬉しい。はい、ナイスー。いや、せっかくダウンしたのに遠いよ。はい、さあ許されるか。あー、ダメ。よいしょ、回復して。ラージャンいますね。水没林のラージャンが起きてるってなかなかよっ、新しいかも。いつもね寝てるイメージがあるんで、起きてくれてるのは新鮮。うい、あとで総流で攻撃したいな。うい、いやー、やっぱり大きい気がするけど、主っていう個体自体がねもともと大きいですから判別がつかない。最大じゃなくても最大金冠は出そうな気もするんですけどね。危ない。あ、移動した。主2体が同じフィールドにいるってなんか新しい。争ってくれるのかな。おっ、いてあ、ちゃんとお互い攻撃はしてる。縄張り争いっていうテロップは出ないけどダメージは与えてくれるって感じですかね。うわこれ下手に近づかない方がいいのかな。せっかくだからちょっと攻撃したい。おいしょー。イエス。うわ、痛い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 。いや、危ない危ない。結構長い時間争ってくれる。しかもいいダメージですね。ほんと助かる。はい相手総流がないから延々と争うのかな。そんなことなかった。待て待てー、まだ弱ってないんですよね。これで相手、なんか追いかけてきた地方が。あ、帰ってった。何だったんだ、様子見みたいな感じ。よっしゃ弱った。もうちょっと、でもこんだけ体力あったらもうちょっとからが長そうな気もする。よいしょ、さあダウンをするのだ。ドーン、お仕置き。はい来い。いやめっちゃ離れるな。お母さんがあっち行ってるからか。ドン、もう一回。あ、なんかサスケ、あ、お疲れ様です。ポルシェ乗ってきました。おいしょ。いやーダメージ量が異常。おいしょ。やっぱラージャンのこの攻撃はめちゃめちゃ強いですね。あーしまったー、かけれ虫使い切る前に歩かなきゃいけないのに頑張ってしまった。おいしょ、はい。あ、またやっちゃった。めっちゃやらかしや。せっかくの高級車が。よいしょ、オッケー。まあとはいえそこそこダメージは稼げたと思います。おいしょ。あともう一匹誰が乱入してくるのかな。はい、虫玉みつねの代わりに。でーん、あ、拾っとこう。ひよぎ河津も使っとこう。オッケー。はい、おっと危ない、お仕置き。あ、そうだ、虫神オーガの打属性肉質なんですが、通常時頭が65時点で後ろ足が45です。で、怒り状態の時は頭は変わらず65なんですが、後ろ足がね20になっちゃうんですよ。なので怒り状態の時は後ろ足は狙いません。怒り状態の時は前足が柔らかくなって肉質が50、さらに超帯電状態の時は前足が70になるので、なるべく前足を狙っていきます。スターン、頭がよいしょ。はい、まあ、とはいえ狩猟笛はスタンも取れるんで、やっぱりなるべく狙えるのであれば頭を狙っていきたいです。ご覚悟。はい、よーし解除、頭いきます。よっと、あ、いつの間にかアンジャナフが来てますよっ。機会があればアンジャナフもねちょっと操縦して持ってきてぶつけたい。はい、うわー。まあでもいい感じに隆起活性になった。ほい、よいしょ、移動だアンジャナフ。おお。よいしょ、操縦させて役目でしょう。はい、さあ今度はがばらないようにしなきゃ。えい、220で、ここでちょっと歩いてかけり虫を回復させてから攻撃で歩いて OK。 これで回数めちゃめちゃ稼げるんですよね。総流大技、あ、特殊モーション入っちゃったかな、もしかして。入っちゃってるな。あー、ダウンないんだよねー。あー、おっと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 。ちょっと待って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 、三つどもえはちょっと望んでない、望んでない。あ、よかった、向こう行ってくれた。はいはい、よいしょ。いや強いわ。ラージャンの総流もねぶつけて、ああ危ない。さらにアンジャナのね総流もぶつけたのにまだ全然元気ですもんね。うおお、玉三つネタも争ったのに、おっと本当にライバルになり得るのか。これ危ないんじゃない。おわいやー、気絶。お母さんありがとう。お母さん神、マザーイズゴッド。おいしょ、怖い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 。これだー、弱ってるー、まずい。おいしょ、オッケー。はい、あとちょっとだから、はい、安全に行きたい。ドーン。うわ、安全に行きたいって言ってんのに。あ、怖い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 。おいしょ、はい、お疲れ様でーす。なんとかなった。報酬が攻撃、あのチケットなんだ。あ、百竜チケット。あ、百竜チケット嬉しいね。百竜夜行行かなくても百竜チケットゲットできるのはありがたいですね。ただまあ一番欲しいのは5なんだけどでも9でもねもらえるだけ全然嬉しいです。14分2秒もかかっちゃった。称号を獲得しました。ハンターランクもそこそこ上がります。新しい称号がライバル、覚醒、燃える、修行、宿敵、決闘、怠慢、努力、友情、勝利。なんかもう暑苦しい感じ。勝利の掟にしました。なんか写真と相まってそれっぽくないですか。皆さんもぜひ称号をゲットしてください。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。総プレイ時間が1600時間突破しました。皆さんはどのぐらいプレイされてますでしょうか。よかったら教えてください。今回の動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンスターハンターライズの動画も出していきますのでチャンネル登録もお願いします。またねー。